皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の15課44番目のビデオです。文法の3番です。使っている教科書はみんなの日本語、ダイガーでヤプンユダジャーダールーユ、みんなの日本語の台湾バージョンの中級の3を使っています。内容は日本語の、ね、バージョンと同じです。中級の15課になります。で、台湾バージョンのこの教科書はですね、ページで言うと81ページです。で、今日は話題、テーマ、英語のセームでね、日本語のテーマはフランス語から来てるからテになりますが、英語で言うとセームになるね。で、話題やテーマといえば、またはと言うと、と言ったらですね、これ3つ全く同じ意味になりますが、これね、やります。こう話題を始めるとき、何か新しい話題を提示するときに、スタートするときにね、使う言い方です。このね、今私がやってるこの教科書のレベルなんですけど、このね、 JLPT でいくとね、 N2 くらいのレベルです。だいたいそれぐらいのレベルで、で、今までね、前のビデオはね、ちょっと初めて見る人のためにね、簡単に説明します。この15課ね、単語がたくさんあって、ずっと単語を説明してきました。で、単語の後で、今文法のところに来ました。で、文法の後ね、会話に行きます。カンバセーションね、会話、こうなんか、3人の男性が話すところですね。で、会話が終わったら、今度は、読解問題です。今回ね、働きありというね、すごく有名なテーマについてやりたいと思います。では、今日は、何々といえば、何々と言うと、何々と言ったらですね。の中国語で言うと、そう、承知しましま、ね。で、英語にすると多分、talking about something とか、それから、when it comes to this topic でね、こんな感じです。何々といえば他の言葉にするとこんな感じ。この話題、テーマね、と聞いて、イメージね、イメージするのは何々です。何々と聞いて思いつく。これね、シアンチライでね、come up with ね、考えること、思いつくのは何々ですという時に使います。あと、他には、このイメージするとか思いつくのは一人一人ね、みんな違いますね。で、もう一つの言い方は、代表的なもの、有名なものを言う時にも使います。ちょっと、まず教科書読みましょうね。そうですね、教科書。ここね、ここを読んで、で、ずっとね、練習問題もやっていきますから、一緒に読んでいってください。いきます。81ページです。太鼓ってこう、ドン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 ってね、太鼓ね。太鼓といえば、佐渡はね、新潟県、日本の、ちょっと北の方、日本海側、ジャパンシーサイ、島です。とても有名です。昔はね、金が取れました。ゴールドマイニングのね、島ね。もう一度。太鼓といえば、佐渡のオンデコが有名ですよね。温泉といえば、まず、城崎温泉を思い浮かべますね。城崎温泉はね、大阪や京都から近いところですね。私もね、実はまだ行ったことない。今度行きたいんですけど、お客さん、観光客、温泉に入るお客さんがみんな浴衣を着て古い街を歩くから大人気の温泉です。次です。教育というと、学校の仕事だと思うかもしれないが、そうではない。そうですね。私も日本語の教育をしていますが、私は今学校では教えていません。日本の会社とかホテルとかレストランとか、あとはプライベートレッスンですね。家庭教師のような教え方もしています。次です。日本と言ったら、若い人はアニメ、中年以上の人は車というだろう。皆さんどうですか？そうですね。私は日本といえば富士山と桜です。なんか考え方、マインドセットがずっと香港にいて外国人みたいだから、なんか、あ、日本、富士山、あ、桜とか言って考えます。はい、じゃあ次行きましょう。練習1番ですね。この部分。
これやっていきますね。練習1、例。子供少子化どう思う？子供といえば少子化についてどう思いますか？1番、徳島はね、四国にあります。とね、大阪や神戸から近いですよ。阿波踊りってね、こんなね、ちょ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 、あの、よかったらビデオ見てください。これじゃわからない多分。でもね、女の人とかが、あ、男の人のグループと女の人のグループがいて、女踊りって、ね、女性のグループ、ほんとかっこいいです。すっごい綺麗です。はい、グループダンスみたいです。ラインダンスみたいかな。いきます、もう一回。徳島、阿波踊り、ブラジル、サンバ、負けない、魅力的な踊り。徳島の阿波踊りといえば、ブラジルのサンバに負けないくらい魅力的な踊りです。または魅力的な踊りだと思います。次、2番。動物園、普通。人間が動物、見て楽しむ場所。実は人間が動物観察されているのではないだろうか。長いですね。いきます。動物園といえば普通人間が動物を見て楽しむ場所ですが、実は人間が動物に観察されているのではないだろうか。でも皆さん感じませんか？動物園に行った時に、私たちこうやってこうなんか写真とかでカシャカシャカシャってやってると、でも向こうからなんか動物も私たちを見ていますよね。ではね、次いきます。練習2ですね。これは読むだけかな。これね、やってみます。いきます。一緒に読んでください。練習2。A さんは話題を提供してください。B さんはそれを受けて、次の話題に展開させてください。レイ、A さん。昨日のニュース見ましたか？落とし物の500万円を中学生が警察に届けたらしいですね。B さん。そうですね。落とし物といえば、この間高速道路を馬が走り回ったそうですよ。車からの落とし物だそうですが、馬でも落とし物なんですか？面白い話ですね。なので A さんが何かこう話題ですね、話している時に、でそれで B さんがその A さんの話題の中からヒントね、ヒントをもらって、でそれでなんか何々といえば、この話題といえばで何々って言うんですね。ただこれね、皆さんね、ちょっと気をつけてください。の A さんはその500万円を中学生が警察に届けた話をしたかったんですよね。本当は A さんはこの中学生について、いやーやっぱり中学生ね、この子日本人かな、偉いですねとか、あ、500万円もうね届けて素晴らしいですねとか、その話をしたかったんですね。なので B さんが落とし物といえばと言って馬の話をしてしまったので、話題がこれね、この話題が変わっていますよね。つまり B さんは A さんの話をくじくと言います、変えちゃうことね、話を止めて他の話題を始めてしまっているので、何々といえばというのはあまりたくさん使わない方がいいかもしれないです。どうしてかというと、相手の話題を止めてしまう、邪魔してしまうからですね。ちょっと気をつけてください。です。ではね、私の例をね、やってみましょう。会話の中の今のような A さんと B さんの例ではなくて、自分がこれから話題を言いたいときに使うといいですね。例えば、もう一回ですね。何々と聞いてイメージするのは何か、代表的なものとか有名なものを言うときにも使います。日本といえば富士山と桜を思いつく。皆さんは
日本といえば何を思いつきますか？例えば食べ物、お寿司や天ぷらとか、ね、あとは例えば着物、ね、着物とか芸者さんとか伝統的なものか、あとなんかゲーム、有名なゲームとか映画とか、ね、あと温泉とか、よかったら下のコメントから作文で書いてみてください。で次ですね、大学の思い出っていうと卒業旅行かな。このね、と言います、とは少しだけフォーマルなんですよね。ビジャオちゃんしビジャオね、ちょっとだけです。もっとカジュアルな時はてっていうね、何々って言いますのてね、初級の時やりましたよね。なのでこれは大学の思い出というとね、のこれを手に書いています。話し言葉でよく使います。特に友達と話すとき使うといいと思います。大学の思い出っていうと卒業旅行かな。これね、私のね意見ですけど、これは何々と聞いて、これね、大学の思い出と聞いてイメージするもの、これはみんな違いますよね。ですから代表的有名じゃなくていいです。自分のものですね。あと私は実はね、もう一つね、私本当に面白い思い出があるんですけど、大学の思い出っていうと、私の大学、私の学部が、ディパートメントね、政治経済学部で、で政治経済学部はね、ビルにね、番号がある、私の大学ね、早稲田大学。で、3号館って言って、なんか3番目。1号、2号、3、1号ってどこにあるのかわかんない。3号館っていうのが3番目のね、3号館が政治経済学部のビルだったので、3号館の前のベンチ、しかも一つの特別のベンチがあって、そこにいつも私のサークルの先輩がいつも座ってたんです。だから授業の前とか授業の後にみんな3号館を通るの でそこに行くと私の大好きな先輩がそこのベンチに座ってて、あー先輩って言って、で先輩のところに行くのが私 のすごいいい思い出ですね。そう、大学の思い出っていうと3号館のベンチです。いい思い出ですね。次です、和食と言ったらですね、これ言えば言うと言ったら全部同じ意味ね。和食は日本料理のことですよね。和食と言ったらやっぱりね、もうオフコースって感じ、もちろんっていう感じね、やっぱり寿司とラーメンでしょう。皆さんどうですか？皆さんは和食と言ったら何ですか？ご飯かな、焼肉とか、もしかしたらすき焼きの人もいるでしょうか。私はお肉が好きだから、ちょっとこれはね、寿司とラーメンっていうのはなんとなく有名なものを書いてみたんですけど、私の場合です、個人的にイメージするもの、ね、和食といえば鉄板焼きとすき焼きですね。なんかどっちもお肉の料理ですね。で次です、香港のお土産というと何がいいだろうですね。これこの間ね、中国、私の仲のいい中国人の友達が、今度旧正月、チャイニーズニューイヤーね、旧正月で雲南省に帰るのね。なんか梨族でね、すごいとっても綺麗な女の子なんだけど、で彼女が、ちょっと今度雲南省に来週帰るんだけどって、お父さんとお母さんへのお土産何がいいかな、香港のお土産というと何がいいだろう、いいかなとか言ってて、そう、なんか私はメイドイン香港、香港製のものって少ないよねって言って、私はよくパンダクッキー、ケイワーのパン屋さんがあるね、有名な、ね、お菓子屋さん、ケイワーのパンダクッキーをどうとか言って、もっと他にないのって言われちゃいましたけど、あとは何でしょうね。皆さんの香港のお土産というと何がいいでしょう。あと私結構美味しいなと思うの、ローポーベンかな。ローバ餅って言うんですけどね。ローバっておばあちゃんの意味じゃなくて、奥さんっていう意味らしいですけどね。ローポーベンとかね。美味しいですね。うん。あとはお茶。でもお茶は雲南の方が美味しいしねって話をしてました。よかったらなんか提案してください。で、今日はね、ここまでにします。今日やってたのは話題、テーマ、といえば。で新しい話題を提供するとき、話題を変えたいときなど、あとはプレゼンテーションのね、プレゼンで皆さんの前で発表するときに、自分がこれから言いたいのテーマや話題、これから話す話題などに話題などを始めるときにこれ使うといいかもしれません。
です。で、今日は3番をやったので、明日はですね、明日は何々という、で、明後日は何々旅に、そしてしあさってですね、しあさっては何々に関するというのをやっていきます。これからね、しばらく、あと1週間ぐらいですね、あと1週間ぐらい、文法の、教科書、ページが続きます。で、文法が終わったら、会話に入ります。なんかみんなでね、なんか男性3人が、結構長い会話なんですけど、少しずつね、大事なところとかをね、で、日本のネイティブスピーカーだね、ネイティブの日本人がどのように会話するのか、こんな風に言うよっていうね、そういうのをね、紹介したいと思います。今日は見てくれてありがとうございます。また明日一緒に勉強しましょうね。じゃあね、勉強頑張ってね、あと旧正月1週間ぐらい休みですよね、皆さんね。休みの間に、よかったら私の YouTube のビデオたくさん見て復習に使ってくれると嬉しいです。その時は高評価、ライク、あとコメントよかったらしてください。じゃあまた明日ね。お疲れ様。バイバイ。